さあ始まりました、スペシャルラジオ企画パラドックスライブトーキングショー。コズメズの八頭神かなた役小林裕介です。リスティ大和翔吾役中島由樹です。よろしくお願いします。久しぶり。イエーイ。なんか久しぶりっすね。ああ年明けに一回スタジオですれ違ったぶりぐらい。ああじゃあそんな久しぶりではない。ラジオやるのはめちゃめちゃ久しぶりじゃないですか。だって多分ヨシキがやってるラジオにゲストで行った、はい、あれ何年前、あれ4年前ぐらいじゃん。そうだから結構あのツイッターとかで告知が出た時に、うん、なんかどんな話するのか想像できないみたいな、うん、組み合わせ的に珍しいみたいな感じだったんですよ、うん、そんなことないじゃないですか俺たちって。いやそんなことあるよ。そんなことないじゃないですか。あんなに遊んでたのに俺たち一緒に。いや遊んでたよ、遊んでたけどそれは世に出してないから。そうそういうことよ。でも人前でしかも2人で喋るってなるとさ、本当はあのラジオ以来あれぶりですかね。ねえだからまあ俺も今日は楽しみにしてきたんだけど、うんまあ、どうやらさ前回あの黒猫さんと天月さん、はい、すげえラジオですよそりゃ。そうなんかすげえ盛り上がったって聞いたんだけど、うちらさちょっと根がどっちかっつったらダウナーじゃない。そうですね。多分今が一番のねトップギャル。めちゃめちゃ盛り上がって喋るタイプではないです、ね、じゃない酒飲んでてもなんかどん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 なんか芝居の話になっていくタイプです、ね、そうで最終的にみんな落ち込んでいくっていう。やる気満々ですからね。よろしくお願いします、ね、だからまあうちらのスタイルで楽しくやっていきましょう、はい、そうですね。はいというわけでじゃあそろそろタイトルコールいきますか。はい行きましょう。それでは参ります。小林裕介と中島由樹のパラドックスライブトーキングショー。この配信はパラドックスライブの最新 CD パラドックスライブオープニングショーロードトゥーレジェンドリリースに向けて出演者同士でがっつり語り合おうというスペシャルラジオ企画です。はい様々なパーソナリティで全3回お届けする予定ですが2回目となる今回は私小林裕介と中島由樹くんで、お送りしていきたいと思います。はい天月さんと黒猫さんが前回で、うんはい、ちなみに次がタスクと千秋くんなんですよ、うん、おお。あそこはあそこで仲いいんで、うん、そうねちょっとやっぱでもちょっととっちらかりそうな2人。そうねタスクがどちらかして千秋が特に何もフォローせずあはあはあ、ね、あそろそろ閉めてくださいって言われる。あじゃあ閉めますってなる感じ。ちょっと落ち着きのあるラジオをねしていきたいなと思いますよ、まあ、ということでもうちょっとで CD も発売、はい、そしてなんといってもね注目は新しく加わった4チーム、うんよしきも今回から参戦、はい、そもそもまあじゃああれだよねオーディションを経て、はい、オーディションを受けました。ああなんかいろいろ噂は金がね聞いてます。本当ですか。あのまあ僕前回も受けてます。あそっちの話か。そうなんですな。一番最初の4チームの時も受けてます。あ、はい、箸にも棒にもかからず。いや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 そんなことはきっと最後まで残ってて。で第2回が、まあ、追加キャラクターがあるってことで、うんまあ、リベンジじゃないですけど、うんうんでめちゃめちゃ盛り上がってるの知ってたんでパラドックスライブというコンテンツが、はいはい、やる気も並々ならぬ状態で受けに行ってしかもあのもうすでにリリースされてるユニットの既存曲が、うん、課題曲としてあったんですけど、ね、マジバチクソ難しい。こんなんオーディションでやらすなよっていうレベルの楽曲でした。いや俺もそれ聞いて思った。しかもだってベイとあのアカンやつらのどっちかみたいな。でまあ僕受けたのが、うん、もう大和翔吾だったので、うん、あのアカンやつらではないだろうと思って、ねまあ、ベイの曲をチョイスしたんですけど、うんまあ、2曲あって、うん、あのどっちか歌ってくださいってことだったんでベイをチョイスしたんですけどなんか途中で韓国語歌ってんだけど。あそっか全パート全部を一人で歌ったんですよ。えワンコーラス全部ってこと。ワンコーラス全部鬼畜だな。それいやすごいですよ。そりゃもうなんかこれで決まるだろうと思いましたよ、うん、これでうまく歌えたらそりゃ文句ないだろうと思いながらやりましたけどね。じゃあでもその難しい課題をクリアしてこうやって、うん、いやセリフよりやっぱりちょっと気合は入りましたね。あそうだよね楽曲のコンテンツだったんで、うん、でなんかやっぱあの知り合いも多いのでその、うんうん、元々の4人チームのキャストさんも、うんまあ、ゆうすけさんたちもそうですけど、うん、ガクトとか、うん、みんな知ってる人が多かったのと、うん、今回追加で発表されたキャストさんも結構やっぱ知ってるというか、うん、なんかいいメンバー多かったので、そうだね、なんか安心感はそういう意味では
なんかアウェーに来た感というか途中参戦感はもちろんあるんですけど、うん、あんまりプレッシャーないというか、うんうん、楽しませていただきたいなっていう感じですね。あ、でもそれは俺も思ったかも、うん、やっぱね本当初めましての人たちだといくらこう対決者とはいえ、うんうん、やっぱ楽屋はね一緒の可能性が高いですしそうですね、いろいろドラマ CD でも絡むしってなったら、うん、やっぱ今回みたいに、まあ、ほぼほぼ知ってる面識がある人たちだったし、でもいわゆるその歌い手と呼ばれる方たちと一緒にこうやるっていうのが僕初めてに近いので、ね、うん、しかも同じユニットでお芝居で、まあ、楽曲ならともかくお芝居で絡むっていうのがどういう化学変化が生まれるのかなっていうのはちょっと楽しみにしているところですね、うん、そうね、なんかやっぱ面白い発見とかがいろいろある。いや、うん、で伊藤貸太郎さんがビスティーにいらっしゃるんですけど、うん、あのめちゃうまかったっす、うん、それは俺も思った。いや、もうなんか僭越ながら、生意気にも一番最初にボイスを聞かせていただいて、はい、こんな感じになってますって、伊藤さんこうなってますって言われた時に、うん、うまいですねって言っちゃいましたどうしてもやっぱその歌い手の方たちのさ、お芝居を聞く機会って、いや、もう歌は言わずもがなと思うんで、うん、いや、もうそれで普通にセリフもちゃんとやられたんだ、うん、もうどうしようもないよ俺。そう、僕らの立場よ思いながら、でもなんかあの一緒にやれるのは楽しみです ね、 ね、はい、まあ、そんな中でも、まあね、前回の配信では、はい、推しキャラは誰かいますかっていう、ね、あ、はい、あの黒猫さんはコズメズと言ってくださいまして、いや、人気だな、いや、優勝してますし、いや、優勝ユニットだもんないや、決まった後に、うん、あの前回のライブのダイジェスト映像とか結構見たんですけど、そうなんだ、いや、でもどこもめちゃめちゃかっこいいですけどね。そうなんだよね、やっぱライブになるともうパフォーマンスも含めてどのチームもコーツつけがたい、うん、いや、まあ、ゆうすけさんもですけど、うん、トッシーさんもなんかもうちょっと次元の違う歌のうまさしてるじゃないですか。そう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 めちゃめちゃプレッシャーですよね、ゆうすけさん的にも。ああ、もう胃が痛いしかも双子でねえみたいな感じだと。そうなんよ、まあだけど、え、でもまあ既存のでもいいし自分のメンバー内でもいいし、はい、なんか注目してるキャラクターとかいたりする？いや、でもやっぱベイは、うん、あのそういう意味で言うと、楽曲を一番研究したので、おうほうほう、そのオーディションを受ける際に、うん、なんか勝手に思い入れというか、うん、なんとなくできちゃってます、愛着みたいな、うんうん、そのコンテンツに関わる上でのなんかすごいあの目標じゃないですけど、うん、指針としてベイは一個ありますけどね。そうね、まあ、このメンバーの中でもザ王道を行く、うん、あのヒップホップを歌ってるし、そうですね、結構インタビューとかでもベイを上げさせていただくことが多くて、うん、そのボーダーレスな感じとか、うん、国境ない感じとか、うんうん、っていうのが、まあ、すごく新時代的でもあるし、うん、でもなんかめちゃめちゃ泥臭くもあるしっていうので、うん、結構惹かれるユニットですね。まあ、確かにこうヨシキが、関わってるチームも、うん、まあ、ジャンルで言うとベイより、そうですね、まあ、王道、まあ、初めてパラライ的にはアイドルユニットということで、うん、ね、アイドルソング感もあるんですけど、でもすごいどっちかっていうと、まあ、ヒップホップ K-POP みたいな感じの楽曲なんで、うん、まだ世に出てないですけど、そうですこれ以上言うとあれですけどね。ゆうすけさんはあるんですか？俺はね、でも新チームで言うと同じ2人組ユニットのアンプルールは、うん、いや本当、まずキャスト決まった時に、みたいな俺もなんかキャスト一覧見た時にあ、この二人パラライとか出るんだ、ね、まあ、そのマリナさんは、まだわかるんだけど、沖合さんいや、でもなんかその男女、うん、まあ、キャスト的に言うと男女っていうのも、うん、すごくらしいというか、うん、パラドックスライブぽさがあるなっていうのと、うん、まあ、我々からしたら先輩方のユニットっていうので、うん、めちゃめちゃ気になる存在でありますよね。そうなんだよね、まあ、実際もうね、今現在配信されている楽曲のもあるんですけど、うん、アンプルールはもう聞いて、はい、なんかまた違う大人の色気と怪しさもあって、もう本当どのチームも強敵だなって。ド S とド M のユニットですからね。いやね、もうちょっと喜んでる福江さん一丁の価値ありですよ皆さんあれはすごいすごい引き出し、やっぱさすが先輩だなと思いましたねもうほんとキャリアの違いを見せつけられてるなと思うよ。しびれますけど ね、 ね、まあ、そんなこんなで3月30日に最新 CD リリースなんですが、そうですね、まあ、その新しい楽曲も新規、はい、
一発目の楽曲はもう撮ってはいるんだよね。撮りました。あ、はい、どんな曲なの？かっけえ泳いでる嫁があの かっけえ曲もうなんかもうポイッと資料が送られてくるわけですよ、うん、あのもうすぐレコーディングなんで聞いてねっつって送られてくるんですけど、はい、あのそういう次元じゃない楽曲なんですよ。やっぱり難易度的にあの歌ったことないジャンルなんですよね。ヒップホップとかだとやっぱり、あ、普段の時も全然歌わないんだ。そうですね、キャラクターソングとかではまずなかなかないジャンルですし、うんうん、自分が今まで聴いてきた音楽的にもなかなかあそこまでがっつりっていうのはなかったんで、うん、ああそっか、歌詞カードから何書いたのか分かんなかったですもんねそうなんだよね、うん、リリックもちょっとまあでもどっちかっていうとセリフっぽいから、そうですね、分かるは分かるんだけど、でもこれをこう楽曲に落とし込むにはどうしたらいい？なんか音感の良さよりはリズム感なのかなっていうのがあったりとか、うん、でもこう なんですかねあれはね、上手い人ってなんか上手いじゃないですか、うん、でも何が上手いのか説明しづらいというか、そうなんだよ俺もやっていくうちになんとなくこうかなと思いつつ、いやだけどさ、何が一番俺がいつも文句を言ってるのは、あの仮歌が仮歌じゃねえよそうそう、もうカンパケなのよあのしかもあのビスティで言うと4人組なんで、うん、各キャラクターのニュアンスを仮歌から入れてくださってるんですよ、うん、あのもうこれ出せもうなんか B 面にさ、なんかあの人たちの仮歌入れろって思う。いやもうそういうぐらいのクオリティのものが届くんで、そう、いやもうキャラクターボイスを担当してる身からするとやっぱ、うん、なんとかいいものをっていう努力のしがいはある楽曲ですけどね、うん、キラキラしてますビスティの曲は。あー、はい、いいね。もうちょっとどうしても全キャラクターがさ、もうトラウマを抱えてちょっとね、はい、なんかうつうつしてるものが、そうですね、出来上がるのが多い中で、明るい曲は明るいですし、なるとただビスティもみんな暗いですよ。そうなんだよねそこが業の深いとこなんだパラドックスライブ。楽曲はキラキラしてるんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、それではせっかくなんでここで一曲聴いていただきましょう。そうですよ、はい、3月30日発売の CD パラドックスライブオープニングショーロードトゥーレジェンドより、現在ミュージックビデオも公開中の新曲コズメズで Taking Over です。どうぞ。あのどん底で見てた光景、またこっから俺らが証明、ただおい俺がすがりついたオーデー、真剣なそのプライドも奪い取ろうぜ。俺ら上のぜ燃え尽きるまで、常に幅の Hell 一か八かやるだけ、その重くなりすぎた証拠を引き継いでやるから、今すぐ Bow Down。 俺ら地獄から Make It Down、油断してる間に戦う、そのキャリアも今シャレダウン、 Do it now, pass it down, heal him up, ay ay ay。 古ぼけた肩書きのレジェンド、速度気な奪い取る王座、俺たちが塗り替える伝説、その影響まで全部 taking over、 ah yeah taking over、 ah yeah taking overまたなんかやっぱレベルアップしてますよね、コズメズも。そう言ってもらえて恐縮ですやっぱ月日もね、うん、あるでしょうし、そのキャスト的には、うん、彼ら的にも積み重ねてるものあると思うんで、気合の入り方がすごいですね、うん、そうだね、まあ、ましてや今回は、まあ、対ブライカンっていうものに対しての、ね、はいはい、リリックでもあったから、もうめちゃくちゃ本当においブライカンやさ相手って思うぐらいにもうだいぶ攻めた、うん、挑戦的というかチャレンジングな部分もありつつ、良さがまたある楽曲です ね、まあ、今までみたいにも下から這い上がっていくぞっていうよりも、うん、もう気分は対等、本当にそうですね、まあ、あの勝者というプライドもねあるでしょうし、そういう、まあ、どこか吐くというか、うん、そういうものはあった上で歌いたいなとは思っていて、あ、でもね、珍しく、はい、大体レコーディングは俺の方が先のことが多いんですけど、今回は先にトシ君が歌ってからだったから、うん、なんかね方向性はつかみやすかった。
それはそれでプレッシャーじゃないですか。でもいやもう今更だよもう2年経ってんだよそっか確かにそうかそうなのよ。僕はウィスティの曲を撮った時が2番目かな、うん、2番目だったんで、スミヤ君の後とかに撮ったんですけど、やっぱね、仮歌からポンちゃんに置き換わってると、うん、ちょっと気合入りますよ、ね、うん、わかる。ましてやこっち2人だからさ、うん、担当する箇所も多いから、もうほぼ自分が歌ったらもうほぼ出来上がるわけですもんね。そうなんだよね、うん、それもあってやっぱ、ね、みんなで作り上げていく苦労もあるけど、やっぱ2人で作る苦労もあって、うん、もうだからこそこうとし君みたいにね、もう実力もあってこうはっきりこう分かるように歌ってくれる人がいると、うん、まあ、もう仮歌と同じぐらいの分かりやすいし、うん、なんですごくありがたい。見ていただきたいですね。ねえ、なるほど、はい、見ていただいて、はい、まあ、現在ね、他にもブライカン、はい、インメイト、アンプルール、アカンヤツラ、そして我々コズメズの AV 公開しておりますので、うん、そしてなんとここで MV に関する重大発表なんですかございますよ。はい、なんですか。なんと3月4日金曜日よりパラライ公式 YouTube にてビスティ、ベイ、ザ・キャッツ・ウィスカーズ、ゴクラック4チームのチームトレーラーと新曲フル尺ミュージックビデオを8日間連続で公開していきます。なんだって。しかもですよ。なんですか。ヨシキ君がメンバーとして参加しているビスティの MV 公開が一発目。なんだって。知らなかったぜ。嘘をつくな。はい、嘘です。すごい、こんなベタベタなことやる人久しぶりに見た。ちゃんと台本通り行きましたね。行きましたね、はい、すごいって。すごいな。そうなんです。楽しみにしていてください。はい。でもやっぱね、なんといっても、もうこの MV まだ我々も見てないので。そうなんですよ。鋭意制作中、この収録段階では鋭意制作中ということなので、うん、ちょっとどうなるのか皆さんと同じタイミングでね、楽しみにしていたいなと思います。楽曲はもう間違いないので、うん、はい、楽しみにしててください、はい、新しい風を吹き込んでくれる、そんなビスティ含め他のメンバーの楽曲、うん、楽しみにしていてください。さあ、それではここからリスナーの皆さんからメッセージをいただいておりますので、そちらご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。はい、今回はですね、我々2人に話してほしい話題というテーマでメッセージを送っていただいたんですが、はい、じゃあ早速よしきの方からご紹介お願いします、はい、1個目いきます、はい、お互いのチームキャラクターたちの印象やご自身が演じるキャラクターのアピールポイントを教えていただきたいです、ということです。ありがとうございます。そうですね、まあ、やっぱその2人だけの世界観なんで、うん、紡がれるダウナーで、もう本当 なんだろう、うつうつとしたものの中に、その生きたいとかのし上がりたいっていう、なんか泥臭い力強さが一番の魅力だとは思っていて、うん、まあ、とはいえね、まあ、今回の優勝もあったりとか、はい、あと間にそのシャッフルだったりも、あー、やってましたね。 それで他のメンバーとの交流もあって、まあ、徐々に2人だけの世界から開かれていってはいるんだけれども、なんだろう、でもそれで明るい楽曲になったりとか、前向きな歌詞というよりは、なんだろう、そこら辺を含めた上でもやっぱ俺たちはこっちで攻めるっていう、そういう、まあ、ある種の意固地さっていうのも含めて、なんか可愛らしい、チームになっていくし、これから、まあ、ある種その金持ちになって、ね、なるほどね、っていう夢は叶ったからこそ、まあ、次の目標としてね、うん、まあ、どういう目標を掲げてやっていくのは、また本当新しいスタートを踏み始めた2人のこれからっていうのも含めて見てほしいなって。やっぱ2人だけの、まあ、閉じられた世界で生み出された楽曲が、うん、まあ、共感をすごく得られたりとかしてた部分が、うん、あったと思うんですけど、うん、やっぱいろんな人と交流していく上で、なんか導き出された新しいものっていうのが、うん、やっぱ2人の世界っていうのがエモいなと思います。そうなんですよ、うん、だからこそ2人組のアンプルールには負けたくねえな。そうですよね。またね、あそこは主従関係ですから。いや、そうね、またちょっと全然違うからね。兄弟とね、主従だとまたちょっと違うと思うんですけどもね、うん、じゃあそちらビスティの方は。ビスティはもう分かりやすく、アイドルっていうのがアピールポイントなのかな、うん、パラドックスライブにおいてはとは思います、うん、誰かのために、自分たちのためだけじゃなくて誰かのために届けたいとか、うん、自分たちの音楽っていうのがありますけど、うん、でもやっぱ笑顔になってほしいとか、ファンの皆さんのことをステラって言うんですけど、うん、まあ、ステラのみんなのために何かしたい
っていうのがやっぱアイドルの活動原理としてあると思うので、うん、そこがちょっと他のチームと違う良さなのかなと思ったりしつつも、うん、人気絶頂のタイミングで一番人気のメンバーが脱退し、うん、4人になってしまい、彼らは彼らでめちゃめちゃ実力がある4人なのにいなくなってしまった、うん、その人物をこう追い求めてというか、うん、でファンのステラたちも、ステラ以外の人たちからも、うん、あの落ち目のユニットだと、ここがもうラストチャンスなんじゃないかなってみんなが思ってる、うん、まあ、若い青年たちの、うん、なんかこう苦しみみたいなのもそうですし、各々が抱えているものとユニットが抱えているものがなんかすごいあって二重苦ドラマトラックとかを撮ってても、あ、なんかあのすげえ表舞台に出てる時のファンへの向けての、うんうん、声色と、うん、楽屋で4人になった時のはぁっていうのがなんか妙に生々しくて見たくない、そのアイドルの裏側やだやだ。いやでもこのその4人の、うん、あのファンへ向けたい気持ちと自分たちが変わりたいっていう気持ちがこうどうなっていくのかなっていうのは、やっぱあの新ユニットなので初めて見てもらう部分だと思うので楽しみにしていただきたいですね、うんうん、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。もう一つ、はい、コズメズビスティのリーダーを演じるユウスケさんとヨシキさんですが、うん、うちのチームはここが最強と思うところを教えてほしいです。新たなシーズンが始まったパラライをこれからも、ね、応援していますということなんですけども、まあ、そっかリーダー、山田翔吾もリーダーです、うん、はいはい、いかがですか。そうだな、まあでも最初に言ったこととほぼ一緒かな、うん、そうですね、2人であることが本当に最強だと思ってるし、うんうん、もう本当自分たちの暗い経験すべてもう楽曲に乗せるという、うん、それこそね、あの前に Ain't No Love っていうだいぶ重い楽曲があったんだけど、はい、もうね、うちら親の顔も知らないし、はいはい、なんだったらちょっとねお母さんとかもいろいろあったよ、うん、みたいなことちょっと待って、4曲目ぐらいでこれ出すのみたいな、つらっ、つらいっすね、そう感情移入しちゃう、うんうん、でもそういうのをやっぱで何なのっていうぐらいに、うん、強気に変えていくっていう、そこでもそれもやっぱ相方のね、ナユタ、ナユタにとってはカナタがいるから、うん、まあできること、うん、どんなものもやっぱ最終的に2人だから出せるっていう、その2人っていうキーワードがまあ一番の最強ポイントにはなるのかね。どうしたそうですね、うん、半身というか、そうなんですよ、本当に、まあ、自分に等しいような存在ですもんね。そうなんですね、ビスティはそうですね、うん、まあこれもやっぱ重複しちゃいますけど、うん、やっぱアイドルって、うん、まあ、僕最近めちゃめちゃアイドルにハマってんすよ。ほうほう。あの個人的に僕がですよ、はい、あの女性アイドルグループにちょっとハマりまして、うん、アイドルって元気になるんですよやっぱり。うん、いや分かるよ、この感覚は自分に今までなかったんですけど、うん、でもあのビスティも多分あのステラのみんなの、うん、元気にする存在だと思うし、はい、ビスティを知らない人たちにも何かそういうものが届いたらいいなっていう意味で、アイドルであるということは、うん、ひょっとしたら弱みになる部分もあるかもしれないですけど、うん、すごく強みでもあるなっていうのはやっぱ感じますね。眩しいそのま、そう、まあ、真っ暗じゃないですかあるわ光ぐらいちょっとぐらいあるわこっちはもうだってステラって呼んでんすよそんなファンのことを星々ですよだってつらっていうぐらいやっぱキラキラしてるというのは、うん、まあ、アイドル誌ってひょっとしたらなんだろう、ちょっと舐められるじゃないですけど、うん、お前らアイドルなんだろうみたいな部分もひょっとしたらあるかもしれないですけど、うん、でもやってることはとても紳士的だし、かっこいいので、うん、そこがやっぱりアピールしていきたい、今後もアピールしていきたいポイントですね。はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで本当に皆さんからね、そう、たくさんいただきました、ありがとうございました。はい、というわけであっという間ですが、そろそろお別れの時間ということで。あ、そうですか、あっという間ですね、はい、ここからは告知コーナーです。すいません、全部ゆうすけさんが読みます。本当だよ改めてですが、パラライの最新 CD パラドックスライブオープニングショーロードトゥーレジェンドが3月30日に発売となります。全9チームの新曲に加えて大ボリュームのボイスドラマを収録。
さらに5月28日にパシフィコ横浜で開催が決定したセカンドリアルライブの最速特別抽選先行受付シリアルも封入されますので、ぜひチェックしてください。そしてグッズ情報です。3月9日よりブライカンの書き下ろしグッズが登場します。ネット予約が間に合わなかった方もアニメイトほかアニメショップの店頭でお買い求めください。さらにもう一つお知らせ、アンフォークナーのアパレルブランドスワンクのインスタグラムアカウントが立ち上がりました。スワンクではジャージ、T シャツ、バケットハットなど展開予定とのことです。ぜひこちらのアカウントをフォローしてください。めちゃめちゃいろんな展開の仕方してますね。初めて言った最速特別抽選先行受付シリアル、長い長いもっとさなんか SAE みたいなちょっと略そう、ちょっと大吾さんみたいになっちゃうからということで改めて今回この2人でお届けしましたが、はい、いかがだったでしょうか。うん、いや自分の言葉でちょっとビスティの話であったり、うん、ショーゴの話であったりとかができたんで、うん、ちょっと嬉しかったですし、うん、ゆうすけさんと久しぶりにこうやって話せたのも嬉しかったですね。え、うん、もうなんだろう、こうキャラクター同士はさ、うん、もう相入れない存在だと勝手に思う。そうですね、ひょっとしたらユニット的には ね、だってそっちはまあ親の、ね、力っていうのがすごく大きくて、こっちは親がいねえとか、うん、そうですね、そういう意味でもまたちょっと対比される部分もありますね。だからちょっとストーリー上は僕たちあの仲悪いと思うんですけど、はいはい、中の人はちゃんと仲いいよっていう。キャストはめちゃめちゃ仲良くやってると思います。そうなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、3月4日からパラライ公式 YouTube でスタートする8日間連続投稿をお楽しみに、うん、後半4チームの MV が続々解禁になります。チャンネル登録の方何卒お忘れなく。またパラライ公式 Twitter では僕たちのサイン入りパラライグッズが当たるキャンペーンも実施中なので、こちらもチェックしてください。はい、この後サインします。します、はい、ということで今回はここまでです。お相手は私小林雄介と中島よしきでした。バイバーイ。